正法、聖祭、まだ初陣なんて早くねえか。そうよ、戦場はとても怖いところなんだから。大丈夫だって、覚悟ならとっくにできてる。長宝、長妃の子で、母は加工機、妹は正妻、父譲りの部を持つ優勝である。父と同じ戦場に立つべく長きにわたり鍛錬を積んできた。そして劉備が職を得た今、待ちに待った初陣の日が訪れる。二人とも心配しないで、私たちは戦に出るために厳しい鍛錬を積んできたから。あのな、戦と鍛錬じゃ訳が違うんだ。そこんとこ分かってんのか。そうだぜ聖祭、だからあんまり無理すんなよ。危なくなったらすぐ俺に言うんだぞ。兄上こそあまり出過ぎると援護ができない。無茶はしないで。ったく、こんな調子で大丈夫か。親の心配は尽きねえぜ。でもいつかはこんな日が来ると思っていました。見守って支えるのが私たちの役目なんですよね。まあそれもそうだな。しゃあねえ、俺がしっかりお守りしてやるか。劉備殿。より我らは再起を目指すのだ。貴様らなどに邪魔はする。
させぬぞ。かつても夜地を奪われるとは。いずれ再起を果たしてみせよう。ことさせんなって。いい加減にしとけ。やったぜ、任務は成功だ。様の配下が。奪還はできぬか。やむを得ず撤退しよう。
引き上げよう。 力ではどうしようもないのか。もう諦めるしかないようだな。 成功だ。情報はとても強いのね。こんなに立派になるなんて嬉しい。で、目下の勝。 皆さんの。 欲得の子らと。さて、 曹操殿から冠中をいただきましょう。冠中は陣地間の連携が要。面で攻めますよ。 敵の総大将花崗岩は帝軍山にいるか。ホセ、お前の策で私を勝利へと導いてくれ。 断じて渡さねえ。俺様も本気を出させてもらうぜ。こんなことさせんなって。いい加減にしとけ。お正面からやってきたか。そういうのは無謀って言うんだぜ。
るのかよ。敵将討ち取ったからな。兄貴、監修を取り花公園まで撃った。戦果としては申し分ありませんね。帝軍山を制した意義は大きい。王政の策は実に見事だった。よし、か曹操は漢中を奪われた。魏軍の攻勢は凄まじいな。このままじゃ漢中を奪い返されちまう。帝軍山の本体が押されている。危険、早く助け出さなくては。広さを見せてやろう。粘土も兵数も俺たち義軍が上だってね。今こそ我らの勇を示す時。皆進め、我ら義軍盛況無比なり。なんだこの気迫。俺たち勝てないんじゃないか。ひるむな。敵全て倒せ。覚悟せよ。貴様らの首、花公園への関係としてくれる。殿、わら道は私にお任せを。花公園将軍に美しい勝利を捧げましょう。
遊具に日本と戦上手をやったものよ。まさかわしが引かねばならぬとはな。行くぜ。今こそ敵の要所を叩く。よし、ここで防御体制を取るのだ。これ以上戦ってもあだばなとなるだけ。ここは退却するほかありませんね。やったな、アリジャ。曹操のやつ尻尾巻いて逃げてったぜ。うん、これで艦中が安定すればよいが、ともあれ皆よく戦った。我らの勝利だ。魏から領土を奪い、大軍も跳ねのけた。諸君の力、きっと天下に示せたよな、親父。そうよ。もう誰が相手だろうと負けはしねえぜ。兄者にもどことなく王者の風格が漂ってきたよな。私は皆の働きに支えられているだけだ。王者などでは。いえ、劉備殿は十分に王を名乗る資格をお持ちです。ぜひ漢中を治めたこの機会に漢中王を名乗っていただきましょう。漢中王だと？内外に対してはっきりと魏、呉に並ぶ勢力になったことを示すのです。天下三分は今なりました。これよりは劉備殿の志を天下へと広めていきます。漢中王、いい響きじゃねえか。まさか俺が王の兄弟になるとは考えもしなかったぜ。俺たち王の進化ってわけですね。なんだか急に偉くなった気分だ。おいおい、俺たちが選ぶるために兄者は王になったわけじゃねえぞ。より多くの奴らを救うためだ。そこんとこ履き違えるなよ。履き違えてはならないことがもう一つありますよ。諸葛亮殿は天下三分はなったと言いました。つまり呉と組み、魏と対する体制が整ったということ。ああ、分かっているつもりだ。孫権殿とは慶州をめぐり諍いがあった。だがそれも間もなく解決しよう。私は近い将来慶州の残り2軍も返すつもりだ。ちょっと待ってくれよ。あそこは俺たちが勝ち取ったんだぜ。それに関羽の兄者はどうなっちまうんだよ。慶州の役割は益州を獲得するまでの拠点、そして
義へのけん制でした。益州を得て地盤を固めた今、趙はそうなれば関羽殿はお役御免。生徒一当分の間そうですね、任務は成功だ。
つってやっぱり気分いいよな。関羽殿が ありがとうございます。よし、勝つってやっぱり気分いいよな。お気をつけて。先ほど観光殿たちが戻ってまいりました。やったぜ、任務は成功だ。劉備殿がついに決断された。呉へ攻め込むぞ。では父上や兄上の。ああ、敵を討てるんだ。劉備様はすごく迷っておられましたよね。でも仇討ちを決めてくれてすごく嬉しいです。私たちも出陣するとなれば職軍の規模は漢中攻めを超える。建国以来最大の戦の相手が呉になるなんて。敵は誰であろうと関係ない。私たちは私たちのために戦うだけ。皆の敵必ず取りましょう。おい、誰か来い。
ヒョクトクが。運長、ヨクトク、お前たちの無念を晴らそう。医療へ進軍し、孫権をこの手で撃つ。この軍勢が攻めてきたぞ。皆、直ちに配置につけ。この指揮は味方の退路。決して五軍には渡さぬ。進め。竜のごとく攻め、敵陣を切り崩すのだ。兵器を動かしている将を狙え。脅威を除き、速やかに士気を制圧する。この勢いで敵を撃退する。よし、五軍を撃退できたな。士気を守り抜けてよかった。これで退路の心配はいらないな。皆も安心して戦えるだろう。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将撃ち取ったからな。よし、勝つってやっぱり気分いいよな。見事な戦ぶりだ。兄、見直した。大丈夫だろうか。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。よし、ガスってやっぱり気分いいよな。はい、見直し。恐ろしいほどだ。悲しみがあの男を修羅に変えたのか。この戦い、腰を据えて挑む必要は。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます、兵糧庫より補給部隊が到着しました。
ません。よし、こんなことさせんなって。今日は確保できたな。みんな、姿勢を上げろ。職を迎撃するのだ。職軍がついに医療までたどり着いた。霊気を稼働させろ。この地は必ず守る。諸軍が戦線を押し上げてきたな。指揮から援軍を呼び、攻撃を仕掛けるぞ。デヌ、指揮が諸軍に制圧されました。攻撃を遂行できません。すでに手を打たれていた。劇場に駆られるばかりの軍ではないようだな。この陸白炎がお相手します。劇場に支配され気づけなかったようだな。劉備よ、お前はすでに我らの術中だ。どういうことだ。敵将撃ち取ったからな。兄、見直した。陣の敵と理屈をつけたものの、私がしていたことは弟の仇討ちに過ぎぬ。支援で戦いを起こした結果がこの始末だ。いいえ、この結果は劉備殿のせいではありません。私たちが未熟で敵の策を読み切れなかったのが敗因です。そうです、こちらの先陣が長く伸びすぎたのを狙われました。大軍であるがゆえの隙を。あっという間に。あれだ。みんな、顔を上げるんだ。今は落ち込んでる場合じゃないだろう。なんとかして、この窮地を脱することを考えねえと。ああ、そうだな。同盟を裏切られ、兄弟を失い、自ら軍を率いて大敗を。私、劉備だ。劉備殿、ここは撤退を。父上、兄上、張飛殿、皆もういません。ですが、あなたまで失うわけには。俺たちが背中を守ります。私たちは父上や兄上を守ることはできませんでした。でも私、もう大切な人を失いたくはありません。兄弟を亡くしたが、ま、みんな。白帝城まで撤退する。みんな、必ず生きて益州へ戻るのだ。申し上げます、リクソンが白帝城への道を塞いでいる模様。五軍め、すでに手を回していたか。みな進め、リクソンを撃ち退路を開くのだ。
逃がしませんよ。孫悟の未来のため、あなたはここで撃ちます。お客様より伝令、こちらの撤退路を進んでほしいとのこと。イクソンにばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。劉備はここで打ち果たします。邪魔はさせません。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防げたか。白帝城を急ぎ撤退しよう。みんな、龍禅様、魏が動き出しました。魏が攻めてきてしまった。皆何とか追い返してほしい。敵は外邸に本陣を構えております。龍禅様、この長子龍にお任せを。龍禅様、諸葛亮殿からの書状、お忘れではありませんよね。ああ、そうか。みんな、待ってほしい。諸葛亮から策を預かっているのだ。皆に行き渡ったようだ。やったぜ、任務は成功だ。太陽のようにまばゆい部、重宝らしいな。
身を守り通した。魏の五方面侵攻作戦は失敗に終わり、蜀は窮地を乗り越える。今こそ反撃の時。蜀の諸葛亮は魏に対して北伐を敢行する。この大遠征を前に蜀将たちは宴を開く。長鳳ら時代を担う若き将たちも束の間の休息を楽しんだ。どうぞ。ああ、いや、今日はやめておく。セイサイ、ちゃんと食ってるか？私は小さい子供じゃない。いちいち世話を焼かなくていいから。そうか。銀兵衛、お前は？はい。いや、なんでもない。長鳳、これはどうやって食べればいい？まったく、仕方ないな。長鳳殿は本当に面倒見がいいですね。あれはただ、本人がやりたいだけ。そうなんですか？でも、みんな長鳳殿のおかげで助かってますよ。そうね、そうかもしれない。またこんな風にみんなで楽しく過ごしたいよな。そうだな。そのため勝たなくては。みんなで力を合わせて頑張りましょうね。ああ、これからもよろしく頼む。